ルキー、もうどこに行ってたの？おかえり、無事だったのね。ひどい噂ばかり。そうだね、ルッキー。こんなに嬉しいのに泣いていたらダメだよ。本当に。私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたがお城に旅立って血の通わない冷たい目をしたホメロスは、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけごめんごめん、長旅で疲れているもんね。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せ。いたいた、おばさま、大ニュース。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌てて驚かないでね、おばさま。まさか、あんたは。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来、生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は私らを魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったら、今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダローもいらしてるんだよ。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもまあすぐにとは言わないけど、あんたは王様に会いに行くべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デルカダール王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、ケン、
事であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも許してくれとは言わん。この業は民たちを守ることで返していくつもりだ。そなたは大樹での出来事を覚えておるか。そうか、わしは何も思い出せぬのだ。ただわしに取り付いて、そして気を失い目が覚めた時にはこの砦の一つだけ聞かせてくれ。我が、そうか、報告いたします。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。さて、我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、
きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おい、みんな聞け。じき魔物どもが来る。戦いに備えよ。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも、近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。今夜の戦いをしのげば勝機は我らにある。準備を整え。シンユリ、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人、腕っぷしは確か運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと、よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。さい、てぇ。敵襲！敵襲！
次はお前に構う余裕はない。来るぞ。その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。ま俺たち何をボケっとして。グレイグを殺せ。かかれ。そんなものか。グレイグ様、王がお呼びです。あなた。分かった。